も、ゆっくり霊夢カッコウプ主です。マリサだぜ。皆さんお久しぶりです。動画なんでウプしてなかったんだ？いや、したかったんだけどね、扁桃腺が腫れちゃって2日くらい40度の熱が出てて編集できなかったのよ。今はだいぶ熱が下がってきたから編集再開したの。そうだったんだな。熱がぶり返さない限りまたいつもの更新頻度に戻すつもりだよ。まあ、無理しない程度に頑張れよ。ってことでいつもたくさんのご視聴ありがとうございます。ただ、7割の方がチャンネル登録がまだなので、私の動画を2回以上見てくれた方や、少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。ってことで、前回は織田家をやっと滅ぼせたね。そうだな、一気に武将の数も増えて大幅に戦力が増した回だったな。で、すっごい大変だったんだけど武将の再配置したから先に紹介していくよ。まずは官兵衛さんのところだよ。ほぼ前回と変わってないな。次、柴田さん。先方の書かれ柴田が敵で強かったから期待したいな。だね。次、秀吉さん。秀吉さんのところに信長さんいるんだけど、本当は信長さんも城主にしたかったんだけど忠誠心低すぎてどっか行っちゃいそうだったから、秀吉さんの配下にして人たらしの効果で無理やり忠誠上げてるよ。いずれ忠誠上がったら城主にしたいな。信長さんも固有戦法持ちだから早く城主にしたいよ。ってことで、ここからは今後どう展開していくか考えていこうと思うよ。直近で避けたいことは、武田家の勢力の拡大だね。今現在も今川家に侵攻してるもんな。そうなんだよね、領地取られすぎると、東に行くのに腰兵糧問題で北条家と戦えなくなるんだよね。北条家は中途半端な兵力で落とせるほどの勢力じゃないもんな。一応最大兵力私たちの次に多いしね。で、一番どうするのがいいかなって考えた時に、北条家と武田家で潰し合ってくれたらいいなって思ったの。武田家が北条家に攻め込んだらその隙に侵攻できるからな。でも北条家の外交見てびっくり、武田家と婚姻関係結んでたの。じゃあ武田家北条家に攻め込まないじゃん。そうなんだよ、でも東に進むには私たちにはあまり選択肢が残されてなくって、一つは武田家に便乗して今川家に一気に攻め込む。ただこの場合、北条家と隣接する可能性があるから、北条家と同盟を組む必要があるよ。私たちの勢力になった瞬間、北条家に攻め込まれるんじゃ意味わからんからな。もう一つは、長尾家に侵攻することだよ。長尾家なら、まだギリギリ腰兵糧持つから、武田家の援軍もらいながら攻めたらなんとか滅ぼせると思うよ。私たちの最大の武器は兵力の多さだからな。そこは存分に活かしていきたいよな。そうなんだよね。で、最後はほぼ選択肢にはないんだけど、武田家との婚姻関係の破棄だね。結局のところ、一番の悩みの種は武田家が真ん中で勢力拡大してるから、私たちの東への侵攻の妨げになってるんだよね。領地を増やせないから兵力も増やせないし、同盟の領地は通れるけど侵攻しようにも、腰兵糧足りないから城まで落とせないってなるもんな。まあ、兵力的には圧倒的に勝ってはいるんだけど、婚姻関係を破棄するデメリットが大きすぎてやる必要はないかな。いろいろ難しく考えたけど、今最短で私たちにできることは、武田家の勢力をこれ以上増やさせないためにどうするかってことだね。武田家が勢力増やすためには、今川家か長尾家に侵攻するしか選択肢はないもんな。一応隣接してるのは、あと芦名家も確かあったはずだよ。だからとりあえずは今川家は便乗して私たちで滅ぼして、長尾家も便乗して滅ぼすかうまくいけば従属させれると最高だね。残るは伊達家だから、伊達家には北条家に侵攻されるだろうけど、頑張って抵抗してもらうのを祈ってるよ。武田家の勢力拡大は防げそうだけど、北条家はもしかしたら足名家と伊達家に侵攻するかもな。兵力差的にも可能性は十分にあるね。で、ここまで考えた結果、もう一つ現実的な選択肢が出てきたの。なんだ？毛利さんところに侵攻すること。は？あんなに毛利さん言ってたじゃないか。そうなんだけどね、現実的に考えても武田家の邪魔と、北条家の兵力を考えたら、今川家と長尾家を取り込んだら西に勢力を拡大する方が楽そうなんだよね。そうかもしれないが、お前はそれでいいのか？全然気にしないよ。
心配してやった気持ちを返せ。ってことで、これからの方針をまとめると、今川家と長尾家を武田家に取られる前に取れるだけ取ること。取り終わったら少しもったいないけど、また本拠地移動をして毛利さんとの決戦に挑むよ。兵力差のゴリ押しで城取れそうな気もするけどな。マリサ、何もわかってないね。何がだ？こんだけ各城に武将を配置したんだよ。私が合戦したくてしたくてたまらないんだよ。あ、そう。好きにしたらいいんだぜ。がっつり西にしなくても、ちょうど中間地点くらいでもいいかもね。じゃあまた沖潮城とかか？そうなるかもね。またその辺は後々考えるよ。ってことで、だいぶ話したからそろそろ今川家に攻めていこうか。武田家と潰し合った後に行くと、ちょうど何個か城一気に落とせそうだな。それを狙っていくよ。吉田城が落とされたから私たちも出陣するよ。相手の兵力少ないから本当に何個か一気に行けそうだな。とりあえずは近いところの引間城に行くよ。で、ここからさらに、武田家には二股城に援軍で攻めてもらうよ。兵力を分散させるんだな。それもあるし、ワンチャン落としてくれてもラッキーだしね。あとは、ここからは本当にスピード勝負だと思うから、行けるところまで一気に城は落としていくよ。掛川城にも向かわせるんだな。合戦で先に敵兵蹴散らすから、工場だけだし行けると思うよ。あとね、秀吉さんの部隊強すぎて感動したよ。特に砲術のレベル8が発動してるんだけど、発動したらそれだけで敵約1000人持っていくの。強すぎだろ。まだ勝家さんとかいるから早く試したくてうずうずしてるよ。てか案の定武田家も別で今川家に攻め込んでるな。ってことはなんとか調整して今川家を滅ぼすのは私たちにしないと家臣が手に入らないね。ってことで引間城ゲット。さあどんどん行こう。忙しいな。動画的にも8分来ちゃうからね。二股城は引間城から連戦で部隊送ってたんだけど、腰兵糧がさすがに少なくなってきたから援軍送るよ。ってことで掛川城ゲット。駿府館も狙えそうだな。もちろん狙っていくよ。駿府館はまさかの武田家も攻めてたから、ワンチャン美味しいとこ取りできないか狙ってみるよ。で、今川家を滅ぼすのが私たちになるように調整もしていくよ。二股城落とせそうだからわざと落とさずに撤退させるのか。そうだね。二股城で調整するよ。このくらいでいいかな。あとは駿府館の美味しいとこ取りできるかどうかだね。部隊が詰まって攻撃できてないな。うん、ダメだね。じゃあ二股城落として今川家滅ぼしますか。なんやかんやで、城3つしか取れなかったな。まあ、3つ取れただけでもよしとしようじゃないか。って、普通に三成さん引き抜きとかじゃなく来ちゃったよ。そんなことあるんだな。びっくりだよ。これで今川家も滅ぼせれたね。家臣が何人か一気に増えそうだな。18人増えたね。ってことで、今川家も滅ぼせたし今回はここまでにします。次回からは少しお金も貯めつつ、各勢力の動き見て変わらなかったら毛利さんとの決戦になるかもしれません。次回も楽しみにしてくれよな。それでは、ご視聴ありがとうございました。